スマホやパソコンを使っている人におすすめなストレッチです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、上半身のストレッチを紹介するんですけども、特にパソコンやスマートフォンを使っている方におすすめな大胸筋のストレッチを紹介しようと思います。とっても簡単ですので、1日30秒だけやってもらうことでしっかり伸びることができます。で、今日は簡単な説明なので2つ椅子を使ってストレッチを紹介します。はい、まずストレッチの方法なんですけども、手をですね、椅子に肘にかけます。これで足を正座してもらって、体をまっすぐ下に下ろすだけです。とっても簡単です。これで大胸筋のストレッチができます。できるだけ力を抜いて、ぐーっと体重を下に乗せて大胸筋のストレッチをしていきます。で、この大胸筋のストレッチと、あと肩のねストレッチもなりますんで、肩こりがある方、あとはパソコン、スマートフォンで肩が内巻きになってしまっている人、そういった方はですね、大胸筋が萎縮してしまって肩がキュッとね内に入ってしまって呼吸が浅くなる、または姿勢が悪くなるっていう風になりますんで、これで1日30秒ぐーっと体重を乗せて深く呼吸を吸ったり吐いたりしてもらうだけでですね、しっかり伸びます。とっても簡単なやり方なんですけども、これをね、大体お風呂上がりにやる方がベストです。肩がですね、こういう風に内に入っていると肺が広がりにくくなるんで、呼吸が自然とね浅くなってしまって、深呼吸しようかなと思ってもですね、胸がぐーっと大胸筋が一緒に肺と一緒に広がりにくいので、呼吸が浅くなって、しんどくなるという風になりますんで、絶対大体の方がねスマホとパソコン使ってると思いますんで、今回のストレッチやってみてもらえたらと思います。簡単なねストレッチでしたので、よかったら皆さん頑張ってやった方はコメントもらえたらと思います。グッドボタンもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。